パート5ちょっと取ってもらって、昔やった時より難しくなってる。あー難しい。なんか単語、はいはい、ハローだよ、始まりました、森哲チャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、メンタルドクター、シド先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、メンタルドクターのシドです。はい、そうなんですね、メンタルドクターのシド先生、まあうちのチャンネルにも何度か出ていただきましたが、はい、なんとトイックに挑戦するということで、はい、なんか乗せられてやることになったんですけれどいやーすごいですね、鈴木貫太郎さんを見て、あんなこわぁ勘太郎さんには負けたくはないという気持ちはあります。なるほど。で、2人とももうね、1月のトイック申し込みましたので。申し込みました。はい。ということで、直接対決。あ、ただね、問題が同じになるかは分かんないので、それだけ。ああ、そうなんですね。違う問題ってパターンもある。そうなんですよ。トイックって3つ以上あるので、はいはい、フォームが。はい、なんで全く同じ問題になるかはちょっとね、分からないんですが、なってほしいんですけどね。はいはい。会場とかも別の可能性があるわけですね。そうですね。はい、だ会場によって違ったりするので、はい、ちょっとそこだけですね、心配なんですけども、同じフォームでやってくれって思ってですね。はい、まあ、どうであろうと、ちょっと僕は全力を出すだけです。おで、勘太郎さんはまあ900点を目指すっていうことでやるんですけども、はい、まあ今どうなってるのか全然分かりませんけど、はい、本当に毎日やってるのかですけど、はい、まあ指導先生もね、昔トイック受けてたり、あと英語結構ハマったり、英語もともと結構好きではありますね、うん、英語系の YouTuber 知ってましたもんね。そうですね、英語の YouTube も見ますし、まあ、自分自身もまあ会話を練習したりとかはしてました。おそうなんですね、はい、期待できるんじゃないですか。今までに何回ぐらい受けたことありますか。トイック今まで3回ぐらい受けたことあって、3回、はいはい、ただあの新形式になる前なんですよね、うんうん、だから多分4年前とか5年前とかなんですけど、2016年5月に新形式になったので、はい、ということはその前ね、そうですね。で、当時の点数が多分一番最後に受けたのが、ちょっと正確には覚えてないんですけど、800いくつかだったと思います。はい、800点台であると、はい。なるほど。もう、勘太郎さん。勘太郎さん今行くわ分かんないです。あそこ受けたことないので、そうかそうか。毎回うちのね、サムネに出るとき、勘太郎さん、苦しんでるサムネしか出してないんですけど、勘、はい、太郎さん900点目指してるんです、はい。負けず嫌いですから、はいはいはい。なので、ライバルがいれば、きっともっと頑張るんじゃないかなと。怠け者なんでねなのでそこでね、指導先生にも、ね、はい、ちょっとお話を持ちかけたんですけども、はい、ぜひ心よく心よくじゃなかったですね、心よく勘太郎を、はい、壊すということで、ね、やってもらえるのか、はい、今回はそうですね、ちょっと実力を見ようかなというね、うん、超久しぶりですね。だから本当トーイックの問題ちゃんと解くのは、まあ、やっていこうかなと思います。じゃあパート5どれぐらい解けるか。パート5、はい、あ、今までどんな参考書やったとか覚えてます？え、なんかよくやってたのはなんか超特急、あー特急シリーズですね、特急系、はいはい、でなんかほんとたまたま昔買った参考書の中に森哲先生の本があったんですよ。ありました、ありがとうございます。愛読者でした、ありがとうございます、はい、全然気づかなリスニングでした。それはリスニング、あーパート1、2、1、2の難しい問題みたいなやつ、はいはいはい、そうです、出してますよね、出してます、それたまたま持ってました。 ありがとうございます。問題を、はい、めっちゃ重っ、どんだけあるんですか。はっ、はい、はい、ですね、うちのまあトイック800点プロジェクトっていうのですね、はい、こんなにあるんですか。はい、挑戦した、まあ、もっとです、もっと挑戦しましたんで、はい、もっと全部やってもらったんですけど、パート5ちょっとやってもらって、ちょおかしい、韓国語なんですか。あ、そうですね、韓国語のやつがいっぱいあるんですけども読めませんからね、これ。じゃあ一つやってもらいますか。じゃあ、はい、公式実践書ってのやってもらいますか。韓国語ですけどね、まあ問題は英語なんで、問題は英語ですから、ね、どれぐらいの時間がかかってそして何問正解できるのかっていうことですね。え、これ新形式ってことですか、ね、そうです、新形式。違いとか全くわからないんですけど、パート5は同じなんで、一緒です、はい、同じ形式です、はい、ただただ穴埋めなんで、はい、ちょっとそこをですね、見ていきたいかなと思います、はい、あ、ちなみに、はい、やっぱ時間も大事じゃないですか。大事ですね。何分ぐらいが目標ですか。1問が20秒ですね。20秒、はい、なんで30問あるので、はい、10分でしたっけ。10分、目標10分、うん、そうですね、目標10分で僕が大体4、5分でとか、はい、早っ。では
実際に挑戦してもらおうと思います。はい、いきますね。やっぱりスタート。では始めてください。はい、はい、終わりました。11分36秒ですね。10分切れなかったか。ちょっとオーバーしましたね。ちょいオーバーですね。感想としてはどうですか？なんか昔やった時より難しくなってる気がする。ああ、難しい印象ですね。なんか単語、はいはいはい、単語が純粋に難しくなってるなっていう。なるほど。なんか選択肢の中でもなんか分かんないのが2個とかあったりして、うん、あ、はい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 、解けねえじゃんみたいな。なるほど。意味分からんみたいな。今全部あの書いて、すげえ、どういう問題だったかと難易度っていうのを全て書いて、はいはい、本番と比べてだいぶ優しいです、はい、マジで？マジで？だいぶもっと難しいですか？もっと難しいです。新形式油断してたの。なんで優しいかっていうと文法問題が多いです、はい、文法問題多かったです、ね、この前置詞対、はい、接続したい副詞の問題が異様に多いですね、はい、こんなにたくさん出てこないと思います。本当ですか？格の問題が3問もありましたし、はい、あの曖昧未満みたいな、ね、 はいはい、あれが3つあったし、あと相関接続詞ですね、ボーセン&ビーとか、ああいうやつ、ね、はいはい、あれも最近は出てこないことも多いので、はいはいはい、だ簡単な問題の割合が多かったです ね、 なん、 ですね、なんと。では答え合わせですね。問題はそうですね、 B、はい、C、はい、C、はい、D、はい、D、はい、おおすごい。次 A、A、C、C、D、D、B、B、D、D、おお、じゃあ111、はい、C、あ、やっぱり A、A、D、D、あれ、お、D、D、C、C、はい、はい、A、A、B、B、A、A、C、C、B、B、おお、そして121ですね、A、A、C、C、B、B、C、C、D、D、はい、D ですね。で、最後は C、C、A、A、B、B、A、A、C、はい、になりました。おお、1、2、3、4、5問ミスですかね。おお、5問ミス、25問ってことですね。30分の25。おお、素晴らしいじゃないですか。でーん。いやー、結構取れてますね。いい方ですか？はい、11番は品詞接続詞が必要ですね。後ろに SV 来てるんで、ああ、選択肢の中で、ね、たったの一つしかないですね。アンティルって接続詞？接続詞も前置詞も両方あります。ああ、そうなんですね。なるほど。13は、はいはい、品詞を間違ってますね。チラルを選んじゃうんじゃないですか、間違うとしたら。これやっぱり後ろに過去分詞来てますから、過去分詞を修飾できるのは副詞です。ああ、なるほど。俺15はもともと自信なくて、こういう問題ですね。他動詞はどれだみたいな、そういうことですよね。Describe A as B に気づかないといけないですね。なるほど。後ろの as に気づかない。ここの as ですね。そう、それに気づかないと答えを出せないっていうね。はいはい、あ、12は自信なくて、あの引っかかる人いるだろうなと思いました。はいはい、はい、あの名詞が2つあるんで、はい。そうですね。まあどっちかかなと思ったんですけど、それ解けたっていうのはすごい、すごいです。プロビジョンってどういう意味ですか？プロビジョンっていうのはそのプロバイドの名詞形ですけど、はい、準備とか準備してるの、はいはい、プロバイドって与えるじゃないですか、はいはい、でももともと準備するっていう意味なんですよ、はいはい、うん、あ、そうなんですね、はい、プロっていうのが前ですね、はいはい、ビジョンの見るですね、だから前もって先のことを見ておいて準備しておくっていうのがもともと。なるほどなるほど。プロバイダーの方がこう、なんていうんですかね、プロバイダーだから本当提供的な意味でなんか会社とくっつくかなっていう。その通りです。それで解ければバッチリです。お、25番は多い問題ですね、はい、品詞としてはどれが入ってもおかしくないですか？同じ品詞が並ぶのが多い問題です、はいはいはい、選択肢の同じのが並ぶのが、これ全部副詞ってことですか、ね、そうです、全部副詞で。なるほど。27番、あ、はいはいはい、これですね。これがおそらく一番難しいと思いました。この全体の問題、全部の問題の中で、ね、文法上は全部入っちゃうんですけど、これ後ろに新聞の中にあるのはエディトリアだけですね。ああ、社説ですね。なるほど。しかも
もう一個言うとするとエディトリアルよく分かんなかったんですけど、はい、これ形容詞じゃないんですね。そうです、名詞なんですよ。あ、もうじゃあもうその時点でもう、ね、消してました。そうです AL なんで、はいはい、だからあこれはやや難しい問題だと思って、全体の中で。なるほど、はい、そういった形ですね。他はでもできてる。うわでも結構すごいと思いますよ。いい感じに。ありがとうございます。いけるじゃん。目標点は、目標でもやっぱり900ですかね。おお、900、もう1月で900行きたいですけどね。だから4、5年前に800いくつだったので、まあ、その時の勘を取り戻してあと、まあ、50点頑張るかな。なるほど、獅童先生の挑戦がいよいよ始まりますので、はい、ぜひご期待ください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。